エクソ&ワナワンら出演、2018釜山ワンアジアフェスティバル、開幕公演チケットが発売5分で完売。10月に韓国南部、釜山、釜山で開催される大規模韓流フェスティバル、2018釜山ワンアジアフェスティバル、BOF の事業団は9日、開幕公演のチケット約2万枚が発売から5分で売り切れたと伝えた。10月20日にアジアドヌシ競技場で開催される開幕公演には、エクソ、ワナワン、セブンティーンなどが出演する。チケットは韓国のほか日本、台湾でも販売された。このほか公演観覧を含むパッケージツアーのために旅行会社に販売されたチケットも売り切れを記録し、フェスティバルに対する関心の高さが目立った。BOF 事業団は、閉幕公演のチケットを9月28日午後8時から販売する予定だ。釜山市と釜山観光公社が主催し、文化体育観光部、韓国観光公社が講演する BOF は、10月20日から2、8日まで釜山市民公園やヘウンデ、などで開催され、多彩な文化行事や韓流公演が行われる。フェスティバルの詳しい内容は、BOF 公式ホームページで確認できる。